はいこんにちは心理学をもっと身近に学術系コンサルティングのセカンダリー幼内でございます。 この動画は弊社の心理学概論勉強会という講座の内容を毎回5分程度で少しずつお話しするものです。ということで今回は「印象形成」というテーマなんですけどもこち,らどこちらどういう概念なのかというとですね、まあ、位置づけ的にはあの対人認知の主要な側面の一つというような位置づけがされておりまして えー、要望とか要望って見た目ですねとか声身振り風評などですね他者に関した限られた情報を手がかりとしてその人物の全体的なパーソナリティを推,推論することというような定義のされ方がされています <laughs>、はいまあ確かにあの僕たちこう印象形成を、えー、日常生活ではもう本当に頻繁にしています。 えとこの人こうあのなんか電話とかで「あこの人こういう声だからこういう性格あパーソナリティなんだろうな」とかあ「もうちょっと分かりやすいのは例えばあの学校とかで転校生が来ます」とか言って担任の先生に言われて「えどどんな人が来るの?」って先生に聞いてそしたら先生が「えっ、ー、とね転校生はねあの